調布アイデアソンハッカソンキックオフイベントが行われました。第1部ではアイデアソンハッカソンの概要と新潟の事例が紹介されました。第2部ではアイデアソン体験として会場内のさまざまな調布の写真に思い思いのコメントや自由なアイデアを貼り付けていくアイデアカメラ、イラストやインパクトのある言葉で公演の要点をポスターにしていくグラフィックレコーディングが行われました。アイデアカメラ、グラフィックレコーディング、ご存知でしたか？